宇宙世紀0088、サイドワンシャングリラコロニーでジャンク屋として生活する少年ジュドー・アーシタは、偶然が重なりゼータガンダムのパイロットとしてアーガマにスカウトされる。新型機ダブルゼータガンダムも軽々と乗りこなし、アムロ、カミーユに続くニュータイプとして成長するジュード。しかしある時、彼にとって最も大事な存在である妹リーナがアクシズにさらわれてしまう。妹を探し幾度も敵と接触する中で出会った不思議な少女エルピー・プル。プルはアクシズに育てられたニュータイプパイロットだった。どうやらハマーンは地球降下作戦でダカールを制圧するつもりのようだ。議会にはすでに手が回っている。敵艦隊が地球に降下しようとしている。ちょっと待ってよ、地球に降りられちゃったらリーナはどうするのさ。まずは降ろさないように、モビルスーツで攻撃はかける。だが降ろしてしまったらアーガマも地球に降下する。そんなこと言ってたらいつまで経っても助けられないよ。なんとか宇宙にいるうちに敵艦からリーナを救い出すぜ。分かった、そのつもりでいい。出撃してくれ。ゼータガンダムが一番身軽だな。俺はゼータで出る。ルー、壊さずに返すから代わってくれ。アクティブスキルを設定してください。この設定で出撃します。よろしいですか。護衛の2隻のどっちかにリーナがいるはずだ。待ってろよリーナ、今助けに行くからな。来たな、アクシズのモビルスーツ隊。そろそろ決めるぞ。あっしゃ、アーガマにいて脅されるよりは。リーナを助けるのに理由なんてないもんね。エルとビーちゃんはアーガマの援護に。私だってダブルゼータを使えるんだ。パワーの地図見せてあげるわ。こいつで終わりだ。うわっ、このまま叩き潰す。こいつで終わりだ。うわ、こいつで終わりだ。やったな、このまま叩き潰す。こいつで終わりだ。解除はさせない。うわっ、どっ、何、キュベレイ、エルピープルがまだパイロットをやっているのか。どっ、ブル、やめろ、俺がわからないのか。こいつで終わりだ。感じる、行け、ファンネルたち。やったな、決めちゃえ。バシカだ、ブル、チョコパフェを食べたくないのか。チョコ、あの甘くてトロッとした味思い出したくないのかい、ブル。こいつ何をふざけたことを。こいつで終わりだ。敵艦大気圏に突入した模様です。手法はもう間に合いません。攻撃士は何をしている。こいつで終わりだ。感じる、そこ、お前なんか嫌いだ。
ぞ。アッシャー、それ、こいつで終わりだ。お前なんか嫌いだ。落ちちゃえ。何をしている。LP プル、LP プル、引力に引っ張られるぞ。あれか、プルをこんな風にしたのは。こいつで終わりだ。お前なんか、プル、あー怖いよ、助けて。ジュノ、プル、俺が分かるのか。プルが元に戻ったか。しかし、リーナが…新しいカードをゲットしました。